竹尾社長のだから金鋭堂。金鋭堂の竹尾です。フォーナインズがこれまで培ってきた機能性、デザイン性、品質、それら全てをさらに洗練させ最高水準を目指すハイエンドライン。先日第2弾としてこの S の 03TH をご紹介させていただきましたが、この 03TH に続き今回このウェリントンデザインの S04TH が金鋭堂に新入荷です。この S03TH を丸とするのであれば、今回同じシリーズとして入荷したこの S04TH は四角型。この S04TH の洗練されたデザインを動画でぜひチェックしてみてください。それではここで改めてこの S04TH に搭載された素晴らしいテクノロジーをご紹介させていただきます。このフォーナインズのハイエンドモデル S04TH、 このグローバーからテンプレートつながるインナーブリッジ、この2つのブリッジを交差させてフロントに配置、ベータチタン製のインナーブリッジをこのようにフレキシブルに反応させ着用時の負荷を解消します。このようにフレキシブルに動くことでレンズは独立した環境に置かれることになります。そうすることで使用時にかかる負荷がレンズに直接干渉することはありません。またこのようにレンズはナイロールをベースとし、凸起レンズのカーブブレにおいても幅広く対応します。つまりどんな度数でもこの S04TH にはセットすることができますし、強い近視の度数や乱視の度数、遠近両用サングラスレンズ、そういったさまざまなレンズに対応できます。このフォーナインズ S04TH、 フレームの負荷を解消するポイントをフレーム前方のこのブリッジ側に置いたことでフレーム全体で頭部を包み込む理想的なフレームのバランスが完成されています。この
インナーブリッジの小さな動きが頭部を包み込む形状のテンプルと連動し、フレーム全体にわたり大きな可動域をもたらします。過度な負荷が加わった際など、フロントからこぼれた力はこのテンプル側でも解消、歪みや破損を抑えます。例えばこの穴当て一つ取ってみても、チタン素材にミル打ちされた特別なノズバット、そしてこれらの細部に至るまで様々な機構テクノロジーが感じられるこの S04TH、 細部に至るまで緻密な作り込みがされたフレームです。そしてこの地の正面にはハイエンドラインのアイコン的なブロックパターンの装飾が施され、フレームの完成度をより一層高めています。この49's の S04TH、 49's が表現する現時点での最上級の上質感をまとった至高のスタイルのアイウェアです。この S04TH も S03TH 同様、税別7万8000円のフレーム価格となります。この洗練されたデザイン、そして搭載されたテクノロジー、このクオリティの高さにきっと多くの方が驚かれる、そしてきっとこの素晴らしさを多くの方に体感していただけると思います。オンラインズが送る2024年最高水準のハイエンドモデル S04TH、 ぜひあなた自身の手で確かめてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。金栄堂では様々な新しい情報や皆様のお役に立つ情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。だから金栄堂。